こんばんは。次の日に星になるかと思ったレッドルリーちゃん、よかったです。元気です。さっきね、尻尾の方もお掃除しててつまつましてるし、顔のお掃除もしたり手入れもね。やっぱり脱皮した直後だったから、なんか放心状態じゃないけど、そういう風だったんかな。ひっくり返ってたからびっくりしちゃったけど、よかったです。ほんとよかった。もう今日もずっとね、動いてくれてたからね、安心です。はい。で、相変わらずね、ちょっとね、なんていうのかな、オレンジルリーちゃん、ちょっと待って、これじゃあ、そうそう、このね、グリーンジェイドちゃんに見えるこの子、放卵してた子なんだけど、卵がね、なんとね、ほら、2個ぐらいしかもうなくなってて、どうなっちゃったって感じ。やばいよね。ほらほら、オレンジルリーちゃんっぽい子たちいっぱいいるし。卵ほんと3つぐらいしかないね。2つ、3つかな。ね、オレンジルリーっぽい子。ああ、ぼやけど。さっき目の前チャ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 って走ってったけど、はい。で、ウィローモス、これ新しく仕入れたんですけど、おまけにね、なんかああいう丸っこいのもついてきました。これもね、置いとくとウィローモスが生えてくるってことなんで、置いてまーす。餌食べてます。やっぱりね、放卵してからグリーンに見えてきたね、この子。まだ卵の要素みたいなのが、なんかあそこにちっちゃいのがポツポツポツってあるけど。この子もグリーンっぽいんだよね、うちで生まれた子、この子は。まあ、この子もうちで生まれた子だけどね、グリーンジェイドちゃんから。やっぱりね、グリーンジェイドちゃんから生まれたからグリーンっぽい色してるね。よしこよししてます、おちびちゃんたちと。レッドルリーとオレンジルリーの赤ちゃんみたいな。隣にはスノーホワイトっぽい、スノーホワイトっぽい子かな。こんな感じでにぎやかですね。オカメちゃんみたいな子もいるし、あの色のわかんないおかみちゃんの子たちは、もうね、仙台の子は亡くなってるので、うちで生まれた子です。これもうね、ほぼちゃんとした色じゃない子はうちで生まれた子たちです。スノーホワイトあそこにもいるね。はい、こんな感じですかね。あっちにもいるし。今日は皆既月食でしたけれども、エビちゃんたちその間どうだったのかな。ちょっとね、星を見ててね、この子と、星じゃない、月を見てて、この子たちは見てなかったんだけど、まあ、こんな感じです。はい、よかったよかった。とにかく、ではまた。